こんにちは、GM ミエレです。今回は月光島の基本的なメニューをご紹介します。まず、画面右上のウィンドウで現在の島のレベルや拡張段階など様々な情報を確認できます。オプションから島への来場や施設使用の権限を設定することができます。来訪者情報では、来訪者の許可や遮断のリスト管理ができます。この2つはロマン農場と同じですね。効果からは、敷地や島スキルの確認ができ、島の管理からは、満足度と耐久度の回復ができます。この2つに関しては、別の動画で詳しくご説明したいと思います。次に、画面左側のアイコンを説明していきます。今回は基本編なので、ロマン農場と近しいものだけご紹介します。一番上の家アイコンを押すと、編集モードに切り替えることができます。ロマン農場と同様に、設置物の移動や除去が可能です。上から3番目のハンマーアイコンからは施設の設置ができます。設置するには材料やポンが必要になるので用意しておいてくださいね。一番右のタブの敷地設定に関しては他の動画で詳しくご紹介します。また、ロマン農場と同様に農場設置物アイテムの使用でも設置することができます。農場設置物アイテムは、ロマン農場と月光島の両方で使用が可能になりました。月光島は基本的に自由にレイアウトができるので、お気に入りの島を作ってみてくださいね。